です。松本です。はい、お願いします。本日はゲームをしたいと思います。はい。題しまして、名字から考えろ、アイドルオア、他の一般人ということで、ルール説明します。はい。はい、今からですね、ベタな名字、言いますんで、その名字の後に続く名前を考えてもらいます。その名前を考えて、検索したときにアイドルやったら OK です。はい。10ポイント差し上げます。はい。それ以外、一般人の人が出てきてしまったら、一般人？はい。一般人の、まあ、ブログとかあるじゃないですか。あ、はい。そういうのが出てきてしまったら、それは0ポイント。はい。はい、ただし、ホステスさんが出てきたら、ゲームオーバーです。なんなんそれ、むずっ。ホステスの当てた。ホステスさんが出てきたらちょっとゲームでもさ、それってさ、はい、名字言われてさ、はい、その名字のアイドル知ってたら勝てるくないですか。まあその名字のそういうこと、ね、アイドル知ってたら勝てるね。なるほどね。はい、ただそのアイドル知らんねんけどよう言えたなじゃあ行きたいと思います。はい、じゃあ名字ちょっと変わってもええか。ヤマビーさん、はい、じゃあ佐藤。佐藤ね。佐藤しおり。佐藤しおり、佐藤しおりはアイドルちゃうやろ。ちゃうか。うん。じゃあ私から聞いてた。いいっすよ。はい。佐藤かおり。ああ、うん。いいっすよ。佐藤かな。かに。かな。かな。佐藤かな。俺じゃ知られろ。うん、てか佐藤とかおりそうやるな、アイドル普通に。知ってる人からしたら何言ってんのってなるんかな。佐藤かな。佐藤かな。佐藤かおり。はい。佐藤かおりいきますね。はい。佐藤かおりさんは、はい、声優さんです。ああ。いました。いました。声優さんです。佐藤かなさんは、はい、はい、あのアナウンサーさんでした。ああ、なるほど。はいはいはい。まあでも何か当たりますね。でも何か当たりますね。そうやね。はい。佐藤、うん、佐藤ゆりか。ああ、佐藤ゆりか。佐藤愛。はい。佐藤愛さんは、はい、物書きの人でした。著者ですね。はい。で佐藤ゆりかさんは、はいはい、あのアナウンサーさんでした。行くねアナウンサー、2連じゃん。それはそれですごいな。さあ、3発目どうなるか。じゃあ行きますよ。佐藤ほのか。あー、佐藤ほのか。ほのか。佐藤、もう女の人の名前ないな。いや、あるって。あるって。佐藤、うん、佐藤美香。佐藤美香さん。はい。しょ。出ました。難しいな。いや、アイドルぐらい一発出てくると思ったんですけど。出てきました。出てきました。はい。言いますね。佐藤ほのかさんは、はい、ボートレーサーでした。おー、ええやん。当たりやん。いやいやいや、ボートレーサー。ボート好き。ボート好きやけど。いや、そんなつもりで、そんなつもりで考えてなかったし。佐藤美香さんは、はい、最悪やわ。クラシック音楽のピアノの人やわ。いやいや、アナウンサーを狙うねん。アナウンサーちゃうねん。アナウンサーね、最悪や。アイドルを目指せ、アイドルを。アイドルな。佐藤、はい、いきます。いける。はい。佐藤美優。マリア、マリア。アイドルすぎる。そんなベタなアイドルみたいな名前の人いない。佐藤マリア。いやでもマリコ。まあまあ、篠田マリコさん。篠田マリコさんみたいな。マリコさん。佐藤マリコさんでいくか。おじ、佐藤マリコさん出ました。出ました。漫画家さんや。漫画家さん、うん。佐藤美優さん、新喜劇の女優さんでした。そうやな。21歳、知らんかった。こんな人おんねんや。え、元 NMB の人とかじゃないか。それも違う人。それまた違う人じゃん。むずいな。え、
勝ちぐらい、もう出たらもう勝ちやな。そんな出たら勝ちや。出たら勝ちやな。佐藤かよかな言ったもんな。かなで。はい。もう勝負に出ますよ。出ます。佐藤レイナ。ああ。おりそう。いるでしょ佐藤レイナは。佐藤アイドル子。ハイスクール記念組みたいな。逆なんだよ。ハイスクール記念組の名前みたいな。ゆかやったっけ。ゆかはやってないんちゃうか。やりましょうか。じゃあゆかさんで。はい。はい。佐藤ゆかさんは、はい。フィギュアスケートの選手や元。佐藤レイナさん。うん。アナウンサーでした。何してんねんということで、勝負ドラホー。いや、面白かったなんか楽しかった。なんかいいえって感じなんかほんま2時、なんか2時半とか夜中の友達にしようってやることなくて名前検索やってやるみたいな、うん、そうもうその良かったっすね。暇つぶしで、ね、できるのこういうの、はい、はい、よかったら皆さんもやってみてください、はい、ということで今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。